はい、こんにちは、まさあきです。なっちゃん、というわけで今日は、精神科の診察日ということで、行ってきました。アリピプラゾールこの3ミリのやつがね、いつも2錠飲んでるんですけど、今日からあの 1.5 錠に変わりました。よいしょ。1.5 錠になって果たしてかあの赤シジアはマシになるのかどうか、今もねなんか気づいたらもう貧乏譲りみたいなのが無意識で止まらないんですよね。でなんかで顔がこう横に揺れたりとかしだすんですよね。どんどんそういうなんか波が来たら、赤ちゃんのなんか波みたいなのが来たらなるんですけど、やっぱ普通に座ってるだけでもなんかこうじっとできない、そわそわするっていうのはめちゃくちゃ辛いですね、やっぱり。だからいつもうつ伏せでパソコンでね、なんか作業したり、YouTube 見たりしてるんですけど、これでね、いざなんか、働けるのかなって、自分でもちょっと疑心暗鬼になったりしてるんですけど、それぐらいちょっと悩みの種でもあるんで、今回、2錠からアリピプラゾール 1.5 錠になったことで、どんな変化があるのか、また、ね、報告したいと思います。あと体重もちょっと増えてきましたね。最近は測ってないんやけど、多分92、3キロぐらいになったかな。ちょっと顔も超えてきたかな。はい、なっちゃんおいで。はい、ということでそんな感じで動画終わりたいと思います。Bye-bye.